フベルタスフーブ、ヨゼフ・マルガレタ・ステフェンスは、オランダ・リンブルフ州シ知シターとヘレーン出身の元、プロサッカー選手、現サッカー指導者、元オランダ代表。現役時代のポジションは、ディフェンダー。地元クラブのホルトゥナシッター後でキャリアをスタート。1975年に PSV、アイントホーフェンに移籍。PSV では、リーグ3回、国内カップ1回。 UEFA カップ1回の優勝を経験した。選手引退後、すぐに PSV のアカデミーの監督に就任した。1993年、ローダ JC の監督に就任。1996年10月に、シャルケ・レイヨンの監督に就任すると、2002年6月まで指揮を取り UEFA カップと DFB ポカールで優勝を達成した。1999年には、 ファン投票で20世紀最高の監督に選ばれた。シャルケ退団後は、ヘルタ・ベルリンの監督に就任したが、2003年12月に、解任された。2004年6月に1、FC ・ケルンの監督に、就任、2005年5月まで指揮を取った。この間に、ブンデスリーガ優勝と、ブンデスリーガ昇格を達成している。ケルン退団後はローダに復帰しにシーズン指揮した。 2007年2月、ハンブルガー SV の監督に就任。ステフェンスの就任時点でハンブルガーは降格圏に沈んでいたが、その後急激に勝ち点を積み重ね7位で、フィニッシュ、UEFA インターとトカップ2007出場権を獲得した。2007-08シーズン終了後、PSV に復帰。しかし2009年1月に辞職しし、4月にレッドブル。 ザルツブルクと契約を結んだ。2010年2月、ザルツブルクとの契約を2012年まで延長した。しかし2011年4月に解任された。2011年9月、辞任したラルフ・ラングニックの後釜として、シャルケに復帰したが、2012年12月に、解任された。2013年6月、ポック・テッサロニキの監督に就任。 2014年3月、成績不振により解任。2014年3月、VFB シュトットガルトの監督に就任。2014年5月、辞任を発表。2014年11月、シュトットガルトに復帰。2014-15シーズン終了まで指揮を取った。2015年10月、TSG1899 ホッフェンハイムの監督に就任。 2016年2月、健康上の理由により辞任。ありがとうございます。